ちは。ペインさんありがとう、フクピグさんありがとう。ちょっと今今日メイク中、寝れましたね。今日はお昼コンサートの後半部分を作っていただきますので、まだ終わってないんだよね。タタンさんありがとう。リハ4日目です。もう4日目になった。4日目なり、クロちゃんありがとう。葵ちゃんありがとう。いや今日はもう鍋じゃないの食べようかなって思ってるね。さすがにね、毎日毎日でもいけるんだけどね、全然いけるんだけど、危ない可能性もある、嫌いになっちゃう可能性ないとは思うけど、あえて食べ過ぎると嫌いになるからさ、いつも危ない。MJ さんありがとう。塩を二つでハートになってリスの役で猫に。 MJ さんありがとうございます。タータンさんありがとうね。髪の毛かわいい、髪の毛あーでもちょっと後でやっぱついやめようかな、やめようかな。レッスン遅くまで、遅くまではなんでまでやったかな。でもそれでも8時くらいまではやってた気がする。そう、結局そんくらいまではやってたか。こんにちは。夜もねちょっとできたりしたいんだけど、昨日はね思ったよりっていうか、もう9時くらいになると思ってたんだけど、8時くらいに8時前くらいに多分終わったから、8時くらいか終わったから、サイミリーハウスでみーちゃんと4人でちょっと一緒にご飯食べた。お鍋をね食べたんで、今日は夜ね配信できたらしたいんだけど、でもリハの時は本当になんか家に帰ってきてもなんか何て言うの、休まらないあんまり気持ち的にね、気持ち的に休まらないって。
ったのか、すごい溜まったんだ。ドマさんありがとう。山さんありがとうございます。葵ちゃんなんかテレビつけたらなんかやってた。ホルモンは太る太らない？3日間食べ続けたらどうなる？でもさ、ホルモンだけ3日間食べたら痩せそう。糖質ないじゃん全然。だからさ、痩せるっていうか、プラスになんなそうだよ。そう、葵ちゃんありがとう。3日間も食べれないな、ホルモン。だけある。うん、でもホルモンでもダイエットできそう。油は多いけどタンパク質はあるでしょ。糖質制限してる人はいいんだろうね。を食べ続ける、いけんのそれ。痩せる、どうなるんだろう。太るんか。串揚げ今日はお好み焼き、いいな。痩せてる3日間で。4キロ痩せてるよ3日で。ホルモン食べ続けて3日間。すごっ。ねえ、炭水化物をね、取りすぎは良くない。すごい。短期的な実験はそうなのね。でもこれだけを食べ続けるって無理じゃない？結局ずっと永遠に、短期間ならね、3日間だな、3日間ならいけるな。美味しそう。
ひまわりの種？何の効果があるんだ。体には良さそう。食べたことあるよ私も。なんか、あ、懐かしい。私小学生の頃になんか転入してきた女の子がいて、中国の子だったんですね。その女の子が、中国の女の子のお家遊びに行ったら、ひまわりの種なんか食べるんだよみたいに言っててもらったの。食べたの。なんかナッツみたいな感じで美味しかった記憶がありますね。葵ちゃんありがとう。そう、ハム太郎。大ちゃんありがとう。そう、国民食だって。東ヨーロッパではほぼ国民食。そうなんだ。葵ちゃんありがとう。こんにちは。すごいなぁ。よいしょ。4日目だ。明日終わったら明日終わったらもう一旦解放されます。大谷さんもひまわりの種が好き。あ、そうなんだ。頭おかしい。眠いよね。眠い時はやっぱね、頭が回んないよね。やっぱ睡眠が大事だよね本当に。え？2.2 キロも減りました。え、なんで。2.2 キロ減ったってすごくない？1527。ありがとうございます。ありがとう。
ありがとう。よし、とりあえず行ってくるかな。また夜ね、できたらするね。帰ってきて元気あったらやります。じゃあランキングを読みます。13位エルプリメロさん、12位カメさん、11位ノリさん、10位ナオさん、9位ターくんさん、8位スミスさん、7位ホクビグさん、6位クロちゃん、5位 MJ さん、4位ドムさん、3位ダイちゃん、2位アオイちゃん、1位タタンさんです。すいません、本当にリハ中はちょっと毎日バタバタって余裕がない感じなんですけれども、まあそこ乗り越えたらね、また日常が戻ってきますから待っててください。普通の日常なんだけどね、生きた心地がしないよね、コンサートリハ中って。やっぱ本当に。では行ってきます、頑張ってきます。今日もバイバイ、行ってきます。みんなも一日乗り切りましょう。またねー。